氏は死んだはずだぞ。将軍家が我ら毛利家を頼ってこられました。毛利家は分をわきまえ天下には関わらぬように遺言しておいたはずだが。ですが将軍追放などという信長の暴挙を許すわけには。何か問題でも。信長公は果断即決の人だ。すぐわかるさ。大殿、ほら信長が羽柴秀吉率いる大軍を毛利討伐に動かしたとの知らせ、いかがいたしましょう。まだ判断するには早い。申し上げます。九州の立花家が我ら毛利打倒の軍を起こしました。挟み撃ちだと。いかがすれば。私は歴史家になりたかったんだ。もう一生分は働いたと思うんだが。元就様、織田家は後輩に上杉雑賀衆と強敵を抱えている。立花を使ってきたのは毛利とまともに戦う余裕がない現れさ。羽柴の動きはほぼ陽動と見ていい。近畿の豪族を先導すれば進行は完全に抑えられる。差し当たっては二正面作戦の具を避け全力で立花を叩くべきだろうね。なるほど。安穏たる余生のため蘇ることにしますか。豪将として知られる毛利元就は毛利を天下に有数の大大名に押し上げた後、病死を装い歴史の表舞台から姿を消した。時代は移り、魔王織田信長に京を追われ、将軍足利義昭が毛利を頼って落ちてきた。信長は直ちに毛利討伐を決めると重臣羽柴秀吉の軍団を中国に差し向け、さらに九州立花家に毛利攻めを要請した。この危機に不本意ながら蘇った元就は秀吉軍団の動きを陽動と断じると総力を率いて立花軍の迎撃に向かった。やれやれ、また戦場に立つことになろうとはね。第一は中国防衛戦。この戦、歴史に残るかな。冗長だ。その上つまらぬ。歴史家となる夢は捨てよ。世のためだ。すみません、彼女正直なもので。可能性の目は積むものではなく伸ばすものだよ。さて結論から言うと、立花を潰す気はない。何故。殿下が一人で背負うには重すぎるからさ。折れるかい。これなら。なるほど、一本ならばたやすく折れる矢も三本集まれば。折れたぞ。すみません、彼女空気は読まない主義なので。らしいね。だが三本ならば折れる矢も十本なら百本ならさすがに折れなくなるんじゃないかな。心を一つにできるならば天下を支える矢は多いほどいいと。はあ、歴史を学んで思ったんだ。いずれ人は一人一人が自分自身という国の君主となり百万一心となって天下を支える、そんな時代が来るんじゃないかってね。ですが信長公はあの英傑ならば天下を一人で支えきれる。うん、そうなんだ。でもね、信長公も永遠に生きているわけじゃない。そしてその後継者は信長公ほどの器量を持っていないと考えるのが妥当じゃないかな。冗長な物言いだが了解した。立花という矢は貴様と共にあろう。